ガッリエヌスが第三軍団、イタリカを称えて260年に発行したアントニニアヌス。表面の甲の鳥は軍団のシンボルである。軍団はシックスピア・シックス・フィーデリースと称えられている。第三軍団、イタリカはローマ軍団の一つでマルコマン二族に対する戦役のためにマルクス・アウレリウス・アントニムスが165年頃に重宝して編成した。 イタリカという通称から、兵はイタリアで重簿されたことが伺える。この軍団は五世紀諸島に至っても、なおゲルマニアにおいて現役であった。第二軍団、イタリカ及び、第一軍団、アディウトリクスと共に、第三軍団、イタリカは、その設立当初から、ドナウ川沿いの俗州にあって、マルコマンニ族による、ライティア及び乗り組ム俗州に対する信仰に対して、 交戦していた。171年には、第三軍団、イタリーカは、現在のレーゲンスブルクに、カストラ・レジーナという強固な防衛拠点を建設した。193年の内戦では、第三軍団、イタリーカは、セプティミウス・セウエルスを支えて、彼の敵であったペルティナクスとディデュース・ユリアヌスをまず、破り、さらにペスケンニウス逃げるとクロデュース・アルビヌスを破った。 第3軍団、イタリカは引き続きセプティミウスの後継者であるカラカラ帝に忠誠を尽くし、213年にはアレマン人に対する戦役に従事した。第3軍団イタリカゴルディアーナという通称が記録されていることから、この軍団の霊カ部隊は243から244年のゴルディアヌス賛成によるサンサーナサに対する戦役に従軍していた。 ドナウ川方面の強力な陸軍兵力の一部として、第三軍団、イタリカは三世紀に頻繁に発生した、権力闘争においても、その一翼を担った。第三軍団、イタリカは、ガッリエヌス側について、彼の敵であるマルクス・カッシアニュース・ラティニュース・ポストゥムスと、戦い、その功績により、シックスピア・シックス・フィーデリース、さらに、 セブンピアセブンフィーデリストの通称をもって称えられた。第三軍団イタリカの本営は、引き続き、レーゲンスブルクにあったが、ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌス・ミカドが率いた、パルミラ帝国に対する273年の戦役に従軍した。第三軍団、イタリカから抽出された。 コミタテンケス部隊ターシャニーアイタリカの盾章第3、軍団イタリカレイカのコミタテンケス部隊は、ノティティア・ディグニタートゥムという書物の中で、5世紀初頭に、至ってもなおカストラ・レジーナとドナウ方面の属州に、駐屯していると書かれている。ありがとうございます。